ゲートインを終えて係が離れますスタートしましたさあ少しバラっとしたスタートになりましたその中から9番の中和ステート促しながら前に 内から接近6番のキングダイヤモンド足元ダートへと変わって3番手、外から11番のレッド・イット・ゴー内差がなく並んでいる7番のダディーズ・ラビング内は差がなく2番のテイオー・ミシュランが追走その外目13番ヘニー・タイフーンつけまして内1番コンプラセンシアややその外目4番のカネトシ・ストームこれを外から3番、8面ピ尾かわしていきましたあとは5番のタガノ・ツラヌキがいて内は差がなく8番のレオ・キーそして外は12番のタガノ・グラジオラスが追走少しグ群が開きました 10番ルージュ・アグライアが一番後ろから追走しております600は37秒0で通過しています前ですが今度は6番キングダイヤモンド先頭外は9番の中和ステート3番手に11番のレッド・イット・ゴー上がってさらにはうち2番の帝王ミシュラン7番のダディーズ・ラビング接近ですさらに外からはスッとヘニー・タイフーンさらに外12番のタガノ・グラディオラスがポジションを上げようとしております さあ第4コーナーカーブから直線構成と向かいました先頭ですが6番のキングダイヤモンドわずかに先頭ですが中和ステート外から接近レッド・イット・ゴー間を狙っているのがダディーズ・ラビング2番のテ王オー・ミシュラン相当つきましてはさあヘニー・タイフーンが伸びてきたヘニー・タイフーンが伸びてきたそして3番の八面6匹八面6匹八面6匹が伸びてくるあるいは8番のレオ・キー前に接近するがヘニー・タイフーンヘニー・タイフーン2番手8面6匹で五輪三番手八番のレオ・キーです